村上様降臨。そしてさらにもう一発。やはり最強は村上、テレギータなんかいらないにゃ。90連回して当たらなかったもんな。そんな悲惨な動画は右上かチャンネル欄からチェックだ。開始15秒で宣伝かよ。で今回の村上選手の動画、当たった直後に出してるんだぜ。前回の村上選手の動画村上関係ない気がして、打率が4割を超えてきました。大事なのは勝率だぜ。あと吉村選手の顔連打しない。というわけで今回は、村上胸が疲れてるんだ。参りましょう。それでは2回の裏、4番村上の打席です。打率4割なのに1回の裏は打てなかったのか？打てない6割の方に傾いただけよ。そんなことより大谷 VS 村上の勝負よ。なんとしても塁に出たいです。はいです、はいです、はいです、はいです。村上様降臨。一振りで試合を動かす。これが村神様です。今のはナイスホームランだぜ。マリサもそう思うでしょ。ちょっとこのホームランは何回でも見たくなるわ。いや別にそこまででは。しかもすごいのはホームランだけじゃないのよ。見て。ここにダルビッシュがいます。それよりも試合に集中してくれだぜ。まだ同点だぜ。むーちょ。うおお。うぽぽいうぽぽい。さよならのチャンスでござる。そして次は敵とタイピンで用が関係ないわ。さあ1アウト3塁切り札登場よ。代打の神様川端慎吾。大谷翔平といえど天才川端を抑えることはできぬ。打てるのか。スクイズすればさよなら勝ちなんだぜ。マリサ、このおバカさん。川端慎吾の天才的バットコントロールを見ずに試合を終わらせるなんて、そんなこと私が許さないわよ。マリサには聞こえないのかい。神宮に響く夏祭りが。ここはエスコンフィールドなんだぜ。ここで決める。落とせ。さすがにここでエラーするのは見たことないんだぜ。まあにはとこの杖を持つネビル雄平が終わらせるわ。終わったのはこの回なんだぜ。ここからはゆっくりマリサの都会の中に東京の謎の区画5選をゆっくり解説するんだぜ。そうはさせません。この男がいる限り、最強守護神マクガフ降臨。さあ始まりましたマクガフシリーズ。まずは柳田選手に本物のストレートをお見舞いしましょう。マクガフイズビューティフル。さあ始まりましたマクガフシリーズ。2点ビハインドの3回の表、抑えて裏に行くわよ。いやなかったことにならねえから。ああ、マリサが余計なこと言うからタイミングが。え？村神様が急に走り始めた？村神様は気づいてしまったのさ。神宮球場の二塁ベースの下に広がる隠された区画。神宮ワープ装置の存在に。本当は私が解説しようとしていたことなんだぜ。ちなみに行き先は、千歳船橋駅です。マリサが意味不明なこと言うからまた失踪しているじゃないの。というよりもさ、映像を見ればわかると思うけど、すごく重くなる時が最近多いのよ。日頃意味不明なこと言ってるからなんだぜ。今言ってたのはマリサです。4点取られました。だけどここからがヤクルト純正なんです。ピッチャー交代みたいだぜ。まさか相手も最強守護神マクガフ。お前は、もう、何も思いつかなかったようです。モイネロさん、私に恥をかかせたことを後悔するがよい。さあ塩見選手がチャンスを広げました。ホームランが出たら一気に同点だぜ。ここは青木選手じゃなく一発狙っていくわよ。誰を出すんだぜ。モイネロ左だから右の浜田で行くわよ。代打の徳能持ってるから出てくれればさよならホームランよ。まあ出ませんでした。相手タイピン出てるし。ローヒット出たー。まだまだ打っていくぞ。ライドラ最強サンタナ降臨。セレクションのはもちろん当たらなかったぜ。しつこいわね。ストレート速いわね。だがライドラ最強サンタナに不可能はない。抜けろ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 。惜しかったんだぜ。だがここで今回の主役4番村上宗隆。ホームランを打ったらさよなら。村神様がこの試合を決める。今回は思いっきり引っ張ってやるわ。ここで打ったら最高の終わり方だぜ。打ったらじゃない、打つんです。あーよく見ましたね。 QES のカーブ曲がりすぎよ。また投げてきた。まさかカーブ連投。それが分かれば村上に打てない球はない。村上様降臨。そしてこのホームランでさよならだ。やはり村上様は最強。はっきりわかんだね。
村神様が大活躍の試合いかがでしたか？ちなみにすごくしょぼい話になりますが、初めて動画の再生回数が1000回再生されました。不定期増減状態の動画にこんなに見てもらえるなんて嬉しいです。これからもこんな感じでプロスピのゆっくり実況を中心に動画投稿していくと思うので、よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございます。